これやってみようか。マイスコップやで。絶対反対だとは思うんだけどね、これ絶対反対だろ。あら、反対じゃなかった？これこっちだった、こっちだった。絶対これあ、いやあ、うわ、ポロン。次行こうか。たったあれっぽっちで息が切れるってどういうことかしら。ちょっと手ぬるいんじゃないかしら私、おいしょかしょどっこいしょ。あ、それでもコブは抜けません。よし、いけ。おお、でっかいな。でもこいつはでかすぎだろう。どう？ちょっと巨大でしょ。どうよ、ここまで大きくなるとさ、ちょっと大きすぎなんじゃない？あ、このくらいがいいよね。この子はいいんじゃない？おお、そこでもいいんじゃないの。あ、またお宝パラダイスだわ。あら、ここは双子ちゃんだった。ちょっとこんなの見たことないんだけど、双子ちゃん仕立て、ちょっとどういうこと。あ、いたたたた、足場が悪いわね。よいしょ、よし。こうね、竹も掘ってあげないと。竹林がね、竹林が大きくなったらね、いけないでしょ。侵食されちゃうわよ。あ、あ、ランチの営業した後にタケノコ掘りって、ちょっと私時間有効活用しすぎじゃない？よいしょ。一緒にタケノコ掘り楽しんでいただけましたか？小さな店屋さんキッチンです。優雅にタケノコを取った後はぬかでタケノコを茹でましょう。さあ、ぬか、お米をね、精米してくれる精米場みたいなとこありますよね。ご自由に取ってくださいっていうぬかが取れる場所があります。こちらでございます、ぬかハウス。いつもね、たんまりここ溜まってるのに、なんとタケノコの時期にはこのありさまでございます。もう前回行ってびっくりしちゃった。すっからかんじゃないの。前回はね、すっからかんを見て諦めましたけれども、違う場所に行きましたけど、今回は諦めません。他行ってもないから、ぬかハウスをお掃除してかき集めます。こちらのぬかをいただいて帰りたいと思います。どうもありがとう。さあ、まず持って帰ったらきれいに洗います。外側の皮を2枚3枚ぐらいね、剥いて、で下の赤いイボイボのようなね、根っこなんだけど、イボイボみたいな見えるとこ、あそこね、きれいに落としましょう。で、てっぺんをね、落とします。これ意外とね、がっつりいっても中ね、あのタケノコそんないないから、思い切ってがっつり落としましょう。で、落とした後に上の方にちょっと切り込み入れます。この切り込みね、茹で終わって皮むく時に便利だから、中のタケノコはこのぐらいのとこにいるかしらぐらいに想像しながら、ちょっとね切り込み入れましょう。大きなお鍋に中に入れます。
お水を入れます。ありがたくいただいてきましたぬかをたっぷり上に乗っけます。これね、何リットルの水に対してぬかが何グラムかしらとか、まあね、適当、大丈夫、なんとかなる。でぬか持ってない時には米の研ぎ汁でも代用できるから。で赤唐辛子ね、これねポイン入れます。これね、入れても入れなくてもその違いがわからないって言ってる人がいた。私も検証してないからね、よくわからないんだけど、えぐみっつうもんはこの赤唐辛子入れるか入れないかっていうより、掘ってすぐ茹でるか、しばらくほったらかしといてから茹でるか、この違いだと思う。掘ってからね、どん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 えぐみが出てくるから、タケノコっつうもんはなるだけ早く処理した方がいい。さあ頭が飛び出ないようにね、火にかけます。これ竹串でスーッと入っていくまで茹でます。結構ねぬかがねブワーって膨れて吹きこぼれやすいからご注意くださいませ。これ竹串が入っていくまで、まあ1時間ぐらいかな。まあちょっとね、竹串刺してみて。竹串が入るようになりました。火を消します。で一晩お湯が冷めるまでそのまま放置します。お湯が冷めるまで放置っていうのも大事なの。もう時間がないからまだ茹で汁が熱いんだけど引き上げちゃえっていうとえぐみが残っちゃう。掘ってきたタケノコを全部皮を剥いてそれから茹でるっていう人がいます。ゆっくり火を通した方がえぐみが取れるっていう意味合いもあります。だから全部全部ね、皮を剥いてタケノコを茹でるっていうのはおすすめしません。一晩経ちました。洗います。ぬかを落としましょう。で皮を剥ぎます。さあ茹でる前に上に切り込み入れました。これのおかげで上を持ってねじれば簡単に皮が剥けます。すごいよね。茶色の皮を剥いていくと最後にね、肌色の皮がやってきます。これ捨てる人が多いと思うんだけど、これお味噌汁やお吸い物に入れるとね、美味しいんですよ。私はね、ここ食べるのが好きですね。自力で掘ってくるとこの部分が食べれるから、これ楽しみにね、お汁に入れて食べます。ぜひ捨てずに食べてみてください。さあタケノコの保存の仕方、お水の中につけて冷蔵庫に入れておけば保存可能です。時々お水を変えればね、結構長持ちしますよ。冷蔵庫の中で保存しましょう。さあ今日はタケノコを掘って茹でるところまでやってみました。次回はこの茹でたタケノコでお料理してみたいと思います。ラーメンの中に入ってるねメンマってありますよね、あんな味付けのタケノコをご紹介してみたいと思います。お楽しみに。それじゃまた次の動画でお会いしましょう。またねー。